スペースランナウェイ。あの陰鬱な内容で1年間放送してたのってすごいよな。に対する、ネットの反応をお送りするよ。今思うと朝っぱらから1年間やってたのすごい。朝の子供向けアニメ隊にやってたのは普通に衝撃だったな。朝っぱらからジメジメした話が多い。朝からなんか飯食うのも気だるくなるのを見せられてたな。1話とオープニングが完璧すぎて50話も見させられてしまったアニメ。当時中学生だったけど、当時からして朝からこんなのやるのかって感覚だった。陰鬱なのもあって毎週見るのが辛くて後年になって見返したわ。ダメが長すぎるのでよく途中で打ち切られなかったなと思った。わかりやすい話を時系列バラバラにして難しめに説明してるんだよな。15話に1回くらいの山場を除けばダウナーな雰囲気を浴びるアニメだった気がする。まあそれはそれでって感じですき。ダメ期間が長すぎる。その分最後の最後のカタルシスもあるんだけども、ストレス溜まる展開は多かった印象かな。いいところもいっぱいあるんだけど、ボーイミーツガールに戦記と仏教だからああならないとおかしくはあるが、それでも重て。見たことなかったから去年配信終了する前に一気見した。ストレス溜まる展開も多いけど、要所要所では王道ボーイミーツガールもやって盛り上がるのも分かった。やたら陰鬱な設定の割にそんなに世界観に影響なくて面白くないんだよね。エウレカとレントンだけいれば話進んですぐ終わるのでずっと寄り道してたアニメ。今の時代に出れば余計な話カットしてテンポ良さそう。2クールくらいに圧縮していいテンポで話進んで良くも悪くも激変したの見てみたい。空をリフで飛ぶ気持ち良さや、あの世界の情勢説明するのには1年でも足りなかった気がするわ。もっと時間あれば各地のリフ大会とかも入れられた気がするわ。わかる。あのリフの爽快感感じられるかと思って PS2 のゲーム買ったわ。鬱展開は交渉、ギスギスはリアル、みたいな気も確か全盛期だったからな。正直今はリアル世界があっちこっちで殺し合ってたり災害続いたりで鬱なんで、フィクションでまで鬱になるのも嫌だよ。現実の過酷さに向き合う気力が尽きる。ノルブ出たあたりから面白くなった記憶。子供がいない夫婦と家族ごっことか朝からやることだろうか。俺が面白いと思ったのはビームス夫妻が出るあたりからで、それまではずっとウェイ系の新人いびり見てるだけなので辛い。タルホさんがバッククランになるあたりでもう一回確変入る。バレーメカニックだけ録画残してる。バレーメカニックと最終回は1年頑張ってみたご褒美だと思っている。それぐらい道中が苦痛。ガキどもいつまでママをいじめるなって言ってくるんだよ。モーニンググローリーのカタルシスのために頑張って前半見て、バレーメカニックのカタルシスのために頑張って後半を見るアニメ。そのあたりのインパクトで名作っぽい印象が残ってるから久しぶりに見ようってなるけど、確実途中で力尽きるんだよな。延々盛り上がらないんだけど印象的な話はポツポツあって割と嫌いになれない。じいちゃんと重なる採掘屋に懐いたら最悪な決裂する回とか、町外れの小屋で妻を介護してる兄ちゃんの回とか。普段がああなくせにバレエメカニックやスペック2を広めで脳を焼きに来るから卑怯なアニメだよ。焼かれた。アクセルじいちゃんはすげえいいキャラだったな。スペック2のリフボード送り届ける話好きだわ。ホランドが終始レントンに辛く当たっていて、このアニメは何がしたいんだよと思っていたわ。ヒロシが常に生理みたいなメンタルだったな。見たいかどうかは別として、ホランド周りのいろいろなわだかまり嫌いじゃない。ホランドの精神面が改善するまで結構長いからな。大人がリアルにいそうな感じの嫌な大人だった。ホランドやタルホたち大人世代もちゃんと大人として成長していく物語だったからな。年重ねるとホランドとタルホの良さに気づく。ホランドの年齢に追いついた時に29歳か30歳だとこんなもんかと納得してしまった。子供ができた途端に人が変わるのもリアルではある。わしも大学生の頃見てて、おっさんが子供に嫉妬すなよって引いてたけど、40歳目前にして思うのはやっぱ30歳なんてまだまだ子供だなって感じる。二度三度見たいとは思わない。エウレカは子供に理解しろというのは酷で、むしろ成人した人向けのアニメだと思う。子供ができて、その子供の成長を実経験すると自然に涙が流れる。ちょっと暴走気味のレントンがモンスーンで気発して、コックピットからパイロットの結婚指輪付きの左腕がボトリと落ちるシーン見て、よくこんな時間帯にやってるなって印象を受けた記憶ある。
朝っぱらにあんなグロできるんだって思ったわ。コーラリアンは迷惑苦中人すぎる。コーラリアンの大落札もグロいんだよな。曲はすごい爽やかなのに話の内容がしんどすぎるのが少年ハート期。この当時は暗くてシビアな感じの作品が流行ってたんだよ。しかし序盤から中盤までクルーの態度がひどいね。これも後半に向けて関係が良くなって工夫なための部分だったんだけど、それにしても超ギスギスしすぎやねんな。あの頃は種やら剥がれんやらで大人向けのアニメってすげえ暗くてすげえなって思ってたから違和感なく見てた。子供がこんなアニメ見るのはいけない。レントンを最初ダメだなと思わせておいて、実はレントン以外がダメだなってなるのがすごい。月光ステイト以外すら今見てもキャラデザがいい。エウレカより普通にアネモネが好き。タイプ0とジエンドは同じニルバーシっていうにはだいぶデザイン違いすぎて面影なさすぎて、使う武器も戦い方も全然違うし、バスクードクライシスって何してるのかよくわかってない。ワイワーサアニメであんなかっこいいロボアニメがあるだけで十分だったんだ。ニルバーシと終盤ホランドの乗ってたターミナス303だったかは、ロボ魂買って今も飾ってる。303デビルフィッシュとかいうかっこよさの塊。オープニングのデビルフィッシュに脳を焼かれた人多いと思う。曲は全部良かったから良しとする。デイズがオープニングとして完璧すぎた。メジャーからマニアックなのまで音楽関連に絡めたサブタイトルをつけてたけど、そっち方面からは盛り上がらなかった印象。言葉は取ってきたけどネタ元とリンクさせる動きはなかったからな。最終回は突然押し付けられたガキどもが所在なさげにしてるところに、家族はこうやってハンバーグ食うんだよっていうじいさんとのやりとりが結構好き。エウレカ7が少年時代にぶっ刺さった世代もいるんだから感慨深いよな。テレビ版一気鑑賞したけど、それでもための長さもしんどさもカタルシスの瞬間最大風速もすごかったから、これ1年付き合ったやつは良くも悪くも思い出になるよな。中だるみ感含めてエウレカって思えるのはきっちりハッピーに終わらしたからだと思う。最初の映画はさらに陰鬱になってたけど、でもラストシーンのエウレカが綺麗すぎて嫌いになれない。このアニメのファンみんなげっそりしてる気がする。ハエボで上下に揺られてゲロ吐いて終わってるからな。エウレカおば様は結構好き。続編や映画が全部クソで悲しかったわ。突然変異でたまたま面白くなったアニメだったんやなと。続編ってその後の補完程度でいいんだよね。ボルトなんかでも同じこと言われるけど、打足なんだよね基本。俺はそのうちみんなとリフボードで遊んだり競争したりする気持ちの良い話があると思ってたよ。サッカーやろうぜ。サッカー界は唖然とした覚えある。テレビ版のエウレカは加点方式でも減点方式でもものすごい点数を叩き出す名作アニメだったよね。